こちらの部屋では米を蒸す作業が行われています。大量の蒸気が上がっていて、室内には米のいい香りが広がっています。今年3月浪江町にオープンした道の駅浪江。この場所で再スタートを切った酒蔵があります。10年間できなかったことを今本当に思いっきりさせてもらっているというところです。本当に感謝しかないです。浪江町の沿岸部、請戸漁港のそばに江戸時代から蔵を構えていた鈴木酒造店。日本一海に近い酒蔵として有名でした。しかし東日本大震災による津波で酒蔵は全て流失。一時は酒造りを諦めかけましたが、試験場に預けていたわずかな酵母の存在を知り、避難先の山形県で酒造りを再開しました。いつかは浪江に戻り酒造りをしたい。山形でも変わらぬ情熱で酒を醸しながらも10年間願い続けた鈴木さんの思いでした。浪江の米をこの土地で触れるっていうのがやっぱり嬉しくて、10年ぶりに自分たちの感覚もこう埋め戻しているような感じですかね。道の駅浪江に醸造施設を整備し、10年ぶりにふるさとでの酒造りを再開した鈴木さん。新鮮な魚をはじめ地元の食材に合う酒をと、今月20日に発売したのが定番酒、いわき寿大量祝い紺碧。浪江産のコシヒカリと地元の水で作った純米吟醸酒です。自分たちのお酒作りっていうのはやっぱ浪江の米なくてはいけないものですし、やっぱり浪江の水もなくてはいけないので、やはりその浪江の自然環境の良さっていうのを自分たちの酒を通じて広めていきたいっていうのもあるので。ではいただきます。うん、口当たりはとても優しくて上品な味です。さっぱりとしていてとても飲みやすいです。ラベルは浪江町を連想させる阿武隈山地の山並みなど、海辺の酒蔵らしく大漁旗風にデザイン。震災前以上の地域にしていきたいっていうところで、こういったにぎにぎしいっていうラベルにしました。いつでも大量祝いしたいですよね収穫祭もしたいしっていうところで、そんな ラベルですね。この地域を表すようなラベルかなっていうのも。訪れた人は、相当頑張ってこられたんだなと思いますね。ぜひ応援したいですね。10年ぶりに節目の時に戻ってこられて良かったですね農産物、あとは水産の方もですね、しっかりその安全で美味しいっていうのも自分たち酒を通じて、ね、発信できると思いますので、浪江のものを応援団みたいな形でやっていければと思います。それが一番の意味なのかなって。震災からの苦労を乗り越え、震災前以上に浪江を盛り上げる酒に。鈴木さん、お帰りなさい。